大島義明は新潟県出身の天文家である。1985年から1990年にかけて財団法人国際文化交友会天文部の月光天文台に在籍した。1986年に完成した月光天文台第二観測所に設置された50センチメートル反射望遠鏡により小惑星観測を開始した。 2000年に微ゼスペースガードセンターにおいて発足した地球近傍小惑星の発見追跡プロジェクトバターズ立ち上げ当初の参加メンバーである小惑星番号3843番のオイスカをはじめ静岡県神奈美町の月光天文台において1987年以降多数の小惑星を発見した1988年12月5日日本で 初めて潜在的に危険な小惑星である 1988XB を発見している。鈴木健三と浦田武氏が1990年11月14日に発見した5592番の小惑星大島は彼の名前にちなむ。日本スペースガード協会が天文教育を目的にかつて進めたスペースガード探偵団星は小惑星だ。マイナス2、参加。 専門誌に連名でプロジェクト概要を紹介。このプロジェクトでは日本スペースガード協会が開発した画像比較プログラムを使用、小学から高校生まで小惑星の発見と衝突の観測、太陽系の天文学習を促した。このプロジェクトは協会の活動拠点の一つ、微生スペースガードセンターで小惑星の画像を撮影して希望者に配布。また、 大西洋カナリア諸島から光学望遠鏡で撮影した画像がインターネットを介して同時刻に配信され、日本で撮影した画像と比較して小惑星を探すという手法が取られ、コンテスト形式で日本の小学生から高校生から参加を募集している。この国際小惑星監視プロジェクトは日本スペースガード協会が読売新聞社とイギリスの政府機関、 ブリティッシュカウンシルの講演を受け、教会が校舎のイギリスの天文教育事業の加盟団体であることから、インターナショナルスクールズ・アブザーバトリーと提携して進めている。読売新聞社はコンテストを主催し、参加団体計438組、参加者総勢1317人から計133組が観測結果をインターネット経由で報告した。 大西洋で夜空を観測する望遠鏡は英国リバプールジョンムーア大学のスタッフが操作。日本では時差により昼間であることから、その画像をインターネット経由で受信して授業中に見せ、小惑星の観測に動機と楽しみを広げたものである。この時開発されたコンピューターソフトは p c を利用した小惑星観察の手法として評価されている。ありがとうございます。